2035年の F2 戦闘機退役開始に合わせて開発が進められている次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定したよ。加えて、2022年12月9日に3国による GCAP グローバルコンバットエアープログラムグローバル戦闘航空プログラムの設立が発表され、その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO JAIGO が2024年中に設立される見通しとなっているぜ。今回は日本が開発したターボファンエンジン XF9 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省では当初は、仮想敵国であるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するために、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を維持する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めてきたんだ。国産として国内企業のみによる開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグル、そして現在調達が進んでいるや F35 ライトニング2など、アメリカ製戦闘機を日本の国内企業が製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったんだよね。こうした状況で導入された戦闘機においては、機体の能力向上やシステム更新などの近代化改修が必要となった場合にはアメリカ政府の承認やし開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することが実現することができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策の持続を可能とする観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことが必要であり、冗長性の観点からも複数の機種を同時に並行して運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内の技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておく必要があるとされてきたこともまた次期戦闘機を国産開発とした理由だったぜ。現在運用している F2 戦闘機について表向きは国産とされているが、そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されているアメリカの、ジェネラルエレクトリック製の F110 を IHI 当時は石川島播磨重工業がライセンス生産したものであり、さらに機体の 40% はアメリカ国内のロッキードマーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が、日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったわけだ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジンの開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部後の防衛装備庁航空装備研究所は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したぜ。そして、次には将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術を実証するために、開発された先進技術実証機 ADX-TX に心神に搭載する XF5、やはり IHI に開発させたってわけだな。XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン、推力重量比は 7.81 であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口燃焼器出口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して開発に成功したよ。防衛省技術研究本部と IHI では、この XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したんだけど、その際に、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する、単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する、電動化する戦闘機に対し、
搭載される電子装備品に十分な電力を供給するという3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったね。8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプは2018年6月に防衛装備庁に納入され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施されて、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたよ。XF9 はいわゆるアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンで、その最大推力11,000kg フォースで、アフターバーナー使用時には 15,000kg フォースの推力を発揮することが確認されていて、これは F15 や F16 に搭載されているプラット&ホイット2製の F100 エンジンと比較しても、遜色がないどころかそれ以上の性能を持っているんだ。エンジン内部の不安は3段で圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成され、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1800度とされて F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルと F100 よりも小さいぜ。そして、小型で小スペース化されたスタータジェネレータによって 180kW 級の大容量の電力を供給することが可能で、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度が可能であるらしい。この XK9 をロシアの最新鋭第5世代戦闘機スホイ57のエンジンで、アフターバーナーと水力方向制御 TVC を備えた2軸のターボジェットエンジン AL41F1 と比較し見ると、最大水力 2×9500kg フォース B、 アフターバーナー使用時は 2×15000kg フォースとされていて、大きさは重量 1608kg、 全長 4.99m、 直径 118cm、 水力方向制御で最大変更角度は20度と、水力は同等ながら XF9 が一回り小さいんだよね。また、アメリカの最新鋭第5世代ステルス制空戦闘機 F22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイット2製のアフターバーナー付き2軸ターボファンエンジン F119 は最大推力 11,800kg フォース、アフターバーナー使用時 15,900kg フォースで、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg、 全長 5.16m、 直径 120cm と XF9 よりも大型で、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているぜ。そして同じ第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 に1機搭載されているエンジンであるプラット&ホイット2製のアフターバーナー付き2軸ターボファンエンジン F135 は、最大水力 13,000kg フォース、アフターバーナー使用時 19,500kg フォース、タービン入り口燃焼器出口最大温度1980度、重量 1701kg、 全長 5.59m、 直径最大 117cm、 燃焼器出口最高温度は1980度ということで、出力ではやや劣るものの XF9 の方がよりコンパクトとなっているな。このように XF9 はまだ試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカやロシアの最新鋭第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトであることがわかるよ。これまで西側世界のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック GE、プラット&ホイット2P&W、イギリスのロールスロイス RR の3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功するに至ったのには理由があるんだ。実は、欧米3社のジェットエンジンの部品のうち 10-20% が日本製で、高圧コンプレッサー、低圧タービン燃焼器ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされ、世界でシェアは7割を占めるらしい。その他にもシャフトを支えるベアリングや炭素繊維に、ファンに使用されるチタンやニッケル基調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったってわけだ。次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、
イギリスの RR が XFQ と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているんだけど、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が期待できるなど、日本単独で開発するよりもメリットが大きいとの判断があったと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。